それでは 2L 部門の方発表させていただきたいと思います。 2L 部門、第5位の方から発表させていただきますね。 2L 部門第5位最終得点 65.284 ポイント高見優希選手です。おめでとうございます。続きまして第4位最終得点 66.642 ポイント松原義弘選手です。おめでとうございます。続きまして第3位は最終得点 68.572 ポイント加藤明選手です。おめでとうございます。続きまして第2位最終得点 80.072 ポイント今井新太選手です。おめでとうございます。そして第1位は最終得点 94.000 ポイント高田修選手です。おめでとうございます。はい、それでは表彰に移ってまいります。それでは、高見優希選手お願いします。賞状 2A 部門第5位高見優希殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。次の週競輪の授業に移ります。はい、まずは JYA 様よりハイパーレイダー2つ、そしてスピンギア様にコーネットダストダーっております。おめでとうございます。はい、続きまして4位の松原義弘選手前にお願いします。賞状 2A 部門第4位松原義弘殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて景品の授業ですね。さあ行きましょう。まず岩田練習会様より、スペクトラム2つ、はい、そしてファイヤーボールキーチェーン、そして、JYYA 様よりハイパーレイダー2つとなっております。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして第3位加藤明選手前の方にお願いします。賞状 2A 部門第3位加藤明殿、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続きまして景品の授業に移ります。岩田練習会様へループ808、はい、2個ですね。そして、JYYA 様よりハイパーレイダー2つ、そしてヨーヨーファントリー様よりループ7202つですね。おめでとうございます。そして遠州デイブ様より米5キロ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ続きまして第2位今井新太選手前の方にお願いします。賞状 2A 部門準優勝今井新太殿、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ね、はい、まずですね、ループ808、ルータ20様に、2つですね。続いて、JYYA 様よりハイパーレイダー2つ、
そして、ヨーヨーマザリ様よりループ7202つ。そして、JPL ソリューション様よりループアップ2つおよび調整用器具セットです。そして、演習ベコ様より5名10キロです。おめでとうございます。10キロです。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。大丈夫です。大丈夫かな。誰かちょっと運んであげてもらえますか。誰か運んであげてもらえますか。お願いします。はい、おめでとうございます。さあ、そして、はい、栄えある第1位高田修選手、前の方にお願いします。ちょうど 2A 部門優勝高田修殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、続いて副賞の順になりますが、そういう人いっぱいあるんで足早に行きます。はい、まずですね、247-44 様より後半ダブル T シャツ、続いて GYYA 様よりハイパーレイダー2つ、そして44細様よりループ720 2つ、そして、ジャパンループインソリューション様より、そしてループアップ2つおよび調整用器具、そして持ち米、持ち米、うん、入ってる、うん、持ち米。はい、そして、チームポリス様より優勝記念ステップ1プロ。はい、続きましてヨーヨーモンスター様より優勝記念クルーク、そして輝いてますナルセノーさん様より米30キロ。30キロです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。大丈夫ですか。取れますか。おお、大丈夫。あ、そうです。こちらですね。ありがとうございます。さあ、それでは記念撮影の方に移ってまいりますので、記念撮影をしてみます。はい、モデルがあって安心してるスタッフがいます。さあ、じゃあその前にお願いします。すみません、じゃあ前にお願いいたします。出場選手の皆様はステージへお願いいたします。